美英町は北海道上川郡にある町。日本で最も美しい村連合加盟。なだらかな丘陵と豊かな自然環境と景観が特徴になっている。町全域を景観計画区域の対象にしており、美しい日本の村景観100選、美しい日本の歩きたくなる道500選に選定されているほか、美英町を含む一市六町村で、 フラの美瑛観光景を形成している。アイヌ語のピーエ、油に由来するとされる。現在の美瑛側に十勝けからの硫黄が溶け込んで濁っていた様を表現したものであるが、美しく、明朗で王者の如しという意味を込め、美瑛と当てじされた。北海道のほぼ中央、大雪山国立公園の十勝岳連峰と夕張山系との間に位置している。 十勝岳連邦は複数回の大規模噴火によって火砕流が周辺地域に広く分布し放射状に河川が流れて谷を形成された。美瑛の波状丘陵は噴火と河川の侵食によるものであり、丘と沢が連続性をもって成り立ち変化に富んでいる。また、波状丘陵の上に 格子状の区画割りで開墾を行ったことが、美瑛の個性的な景観を生み出すことになった。開拓は、沢の平坦地を水田に、丘の傾斜地を畑に開墾していった。寒暖の差が激しい内陸性気候であり、春夏秋冬が明確になっているため四季の移り変わりを楽しむことができる。1960年にピークを迎えた人口は、 その後減少傾向が続いている。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。美英町は1887年に上川原野一帯の植民地区選定事業が開始され、1892年に未開地として神楽村に属していたが、1894年に朝日地区。 1895年に原野地区で開墾が始まって農場が創設されていった。国の機関道の機関独立行政法人警察消防病院、報道機関フリーペーパーゴミ処理高等学校、中学校小中学校小学校、認可保育園壁地保育所幼稚園に一覧農業を機関産業として、畑作と稲作により発展してきたが、水田の添削によるた。 野菜や畑、野菜の複合経営が多く、小麦、飼料用作物、天才、水筒、ジャガイモ、大豆などを生産している。同じ補助でも作付けが毎年変わることにより美瑛、独特のパッチワークと表現される丘陵地帯の田園風景を作り出している。林業では、長域面積の約7割を森林が占めており、その内約1、 三が民有林であり多くが人工林になっている。商工業は豊富な農産物や観光資源を基盤として営まれている。2015年に美エプレミアムブランド、美エティフルが誕生し、厳選した町内特産品の取り扱いを始めた。立地企業、組合スーパーマーケット金融機関郵便局、宅配便美エ駅道の駅弁、丘の倉路線バス都市間 バス町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの大雪、フラノルート、大雪フラノトカチを結ぶ北海道ガーデン街道になっている。一般国道都道府県道道の駅国指定町指定美エでは大きくうねる幾重にも連なった丘に畑が広がっており、縫い合わせた色違いの布地に見立ててパッチワークの丘と呼ばれ、遠くに大雪山系の山並みが見える景観の良さから、 ポプラの木をはじめ数々の CM ロケ地も点在する観光名所となっている。一般にパッチワークの道と呼ばれるエリアは、美瑛の西に広がる丘陵地帯を指し、他には広域農道をはじめとしていく筋もの道が走っている。畑がパッチワークのように見えるのは、同じ土地に同じ作物を繰り返し栽培すると土地が痩せる連作障害を防ぐ目的で、 栽培期間や収穫時期の異なる、ジャガイモ、小麦、豆類、ビートなどを順に植え替えているためである。法日外国人旅行者の急増以来、ゴミのポイ捨てや畑の踏み荒らし被害が後を絶たず、観光公害問題が長期化している。これまでも観光客に対して様々な手段での呼びかけが行われてきたが、解決には至っておらず、 現在はスマートフォンを活用した共存と通報の二つの方法が試みられている。五十音順美英町町民検証私たちは美英町の町民であることに誇りと責任を感じ、この検証を掲げてその実践に努めましょう。昭和38年2月25日制定行政産業観光。ありがとうございます。